群船星祭り図1669年、県本着色神戸市立博物、関石陶楼図1685年、県本着色個人像、河村弱史宝永4年10月1日は、江戸時代前期に、長崎で活躍した、画家、工芸家。逸前について、画を収め、長崎館画の発展に尽くした。その気境長様は、 伊藤若冲や蘇我昭白などの、奇想の画家のルーツとされる。また、腐食象眼の技を学び椿細工に優れた。樹を、蘭慶、道合を、道交、炎下鼻屈、風教師、潮を三人、三一同人、広子慶などと合した。また、釈道交、遺産を称とも呼ばれた。非善国助、吉美の豪族竜像寺家の出自という。 何らかの理由で、陰遁生活を送り、長崎に出て、大爆像と交友するうち、逸前について画を学ぶ。渡辺周一氏と共に、長崎官画を代表する画人となり、共に死と共通の画号である、演歌菊を襲名。逸前と同じく、同詞人物図を得意とするが、山水図や花鳥画も描き、北元気風の沈草も描いている。弱子の画風は、 風教師の画号通り奇凶な造形美を有し、後の伊藤若冲や蘇我昇白などの奇想の先駆けとも言われる。若子流の祖となり、門下に上野若元、河村若木、山本若林、足塚若大鳥、牛島若通る、上野若流らが連なり、幕末まで続いた。唐揚めき記色になった、小原慶山も一時、若子の門下にあった。また、 紀州の南画鍵四南海に中国絵画の添削指導を行い、日本南画の発展に寄与した。木湾から鉄付造岩の均衡技術を学び、弱筆巣箱の開祖となった。二代目、河村弱氏はこの巣箱を継承し、優れた、刀巣を残している。宝号乱形、弱筆上座。墓所は、海雲山高大寺跡山。 現在確認されている作品は50点余りである。18ラカンズの内語福音原産1672年、資本着色制、明寺保テ渡る水、図1686年憲本着色長崎、歴史文化博物館。ありがとうございます。